グレーンさんはグレーンさんプロジェクトによって制作されたフリーソフトのシューティングゲームである MSX 版グラディウスの続編を目指して制作された基本的なゲームシステムはグラディウスと同様である操作はキーボードのみ Java で制作されており起動には JRE が必要であり Windows だけではなく MacOS でも動作できるが不具合も確認されている 本作は MSX 風ゲームとして制作されているため、ゲーム中のグラフィックがレトロな感じだけではなく、MSX 版グラディウス独特のカクカクしたスクロールやゲーム起動時及びセーブロード時の表示も MSX のそれを再現している。雰囲気こそかつての MSX のものと同じであるが、これを MSX 実機で再現することはほぼ不可能に近いために、 今後も MSX 版が出る可能性は皆無に等しいという表示されるゲーム会社のロゴは株式会社、毛みというコナミのパロディとなっている後にグレーン3プロジェクト活動終了に伴いさよなら企画第2弾として高難易度版のグレーン3リデスが公開された LA ムーラナでは一定の条件を満たすことによってグレーン3のパロディ版 PR3 をプレイすることができる。惑星グラディウスを襲った4度目の侵略を退けたリビット・バートンは、グラディウス歴6815年にラーズ21世に即位。疲弊した惑星グラディウスは、彼の統治により再び活力を取り戻しつつあった。グラディウス歴6832年、グラディウス成形内に不穏な動きが頻繁に見られるようになり、 ラーズ21世は開発中であった最新エア空間戦闘機ファングバーンの完成を急がせた。数ヶ月後、ファングバーンは未完成ながらも戦闘可能なまでに仕上がったが、報告から数時間後、ファングバーンはラーズ21世と共に行方不明となる。ラーズ21世は気づいていたのだ。バクテリアンが最後の戦力を収束しつつあることを。 装備はグラディウス2のものを踏襲しているが、装備の追加方法は、ステージの途中にある E カプセルを集めて、各ステージ間中の装備追加画面で、特殊カプセルを消費して任意に選ぶことができるものになっている。装備数はゴーファーの野望エピソードに並みに多い。また、ミサイル、ダブル、レーザーの追加装備はさらに効果を重ねて、パワーアップすることが可能。ただし、 集めた特殊カプセルは一度でもミスを犯すと全て失う。パワーアップの騒乱は以下の通り。太字は追加装備を表す。ライオット艦は特定のイベントを満たすと出現。ありがとうございます。